ドラゴンボールレイジングブラストは2009年11月12日にプレイステーション3と Xbox 360で発売された 3D 対戦アクションゲーム。鳥山明原作のテレビアニメドラゴンボール Z を題材にしている。プレイステーション2を言い向けに発売されたドラゴンボール Z スパーキングシリーズの流れを組む作品で戦闘システムも ほぼ同一である。レイジングブラストシリーズは、プレイステーション3 Xbox 360向けの次世代機に移行したことにより、表情の起動哀楽が描き分けられるといったグラフィックの向上や 60fps の滑らかなアクションを実現している。両機種合わせた全世界累計販売本数は70万本を記録した。主な登場キャラクターは、 ドラゴンボール Z 関係に特化しており、スパーキングシリーズとは異なり、ドラゴンボール、ドラゴンボール GT のキャラクターたちは登場していない。また、前作までの重量級のキャラクターやマイク術ができないキャラクターも登場しない。劇場版オリジナルのキャラクターは、レイジングブラストの時点ではブロリーのみが登場。レイジングブラスト2では大幅に追加された。 ドラゴンボール改めで担当声優が変更されたキャラクターは変更後の声優が声を担当している。本作が発売してから約2ヶ月後に老海王神役の田の中、イサムとミスターサタン役のゴーリ大介が死去。そのため、田の中が演じる老海王神とキョウリが演じるミスターサタンは本作が最後となった。2010年11月11日に 続編のドラゴンボールレイジングブラスト2が発売された。内容は新システムや新キャラクターの追加のほか1993年に発売したファミリーコンピュータ用ソフトドラゴンボール Z サイヤ人絶滅計画をリファインした約30分のアニメーションが収録されている。両機種合わせた全世界累計販売本数は58万本を記録。 2011年12月8日にさらなるグラフィックの向上や新システムを備えたドラゴンボールアルティメットブラストが発売されたオープニングをはじめストーリーを攻略していくごとにアニメが見られるさらにドラゴンボール GT のストーリーが体験できたりシリーズ初の重量級のキャラクターが登場するだが今までのシリーズとは バトルなどでの操作方法が異なり、じゃんけんのようなシステムも組み込まれている。は、アルティメットブラストにも登場する戦士。レイジングブラストにで新たに参戦した戦士。アルティメットブラストで新たに参戦した戦士。プレイヤーキャラクター以外のキャラクター全10種類。レイジングブラストにアルティメットブラスト。レイジングブラスト全30曲。レイジングブラスト2全5 5曲。 アルティメットブラストなお一部の BGM はバトルオブ・ゼットでも引き続き使用されている。ドラゴンボール超サイヤ人絶滅計画はレイジングブラストににゲーム内ムービーとして収録されているドラゴンボール・ Z 外伝ガイデンサイヤ人絶滅計画をリメイクした約30分のリバイバルアニメーション。視聴を終えるとハッチ100が使用可能になる。 また、予約特典として、設定資料パンフレットも付けられた。2011年11月には、ドラゴンボール3シェオルプロジェクトの一環として、ドラゴンボールヒーローズ公式サイトで、期間限定無料配信された。最強ジャンプ2012年3月号に付録として、ドラゴンボールエピソードオブバーダックと共に、DVD ソフト化された。 声の出演スタッフ QOVA プレイディアとの違い、アルティメットブラスト2ゲーム内に収録されている。ドラゴンボール Z 内での名場面をリメイクしている。ストーリーモードをクリアしていくことによって鑑賞できる。オープニングを含め全部で18種類ある。声の出演 TV アニメ版との違い、ありがとうございます。